はい、横さん。さあ、はい。表参道と原宿のど真ん中来ちゃいましたよ。はい、神宮前。神宮前。はい。いやね、僕は本当にこの方がいなかったら、うん、プロになってないと思います。へえ。本当に。中学の時に毎日この人に憧れて、うん、毎日練習場帰ってた。この人に会いたくて、中学3年間毎日、中1から。その方、水戸ですよね。水戸の双葉台ゴルフセンターっていうところのスーパースターが、もう全員もう見とれちゃうの、本当に。アイドル。スイングは綺麗、球筋は綺麗、はい、もうやばい、もう本当にピッカピカに輝いてた。その方が表参道に、僕の師匠なんですよ。中学の時3年間、はい、表参道でスクールやってるんですよ。あのプロフィールにも書いてあるあの高野さん、そう、高野一郎さん、はい、俺の師匠 PGA の、ね、うん、はい、あとに書いてあるでしょ、はい、丸山さん、高野さん、はい、あと岩本さん、これ亡くなっちゃったんだけど、はい、まずはね、と丸山さんとか、うん、そういうなくてはならない人の最初の導火線つけてくれた人、会うのいつぶりですか。いや、めちゃくちゃ久しぶり。で、うん、なんでこの動画で紹介するかっていうと、うん、PGA の、うん、あのレッスン部門のすごい貴重な賞を、うん、何賞っていうかちょっと忘れちゃったんですけど、はい、あのベストインストラクター賞みたいな、レッスンアワード的な、レッスンアワード的なものを受賞されたんです、うん、へえ。なんで、うん、すごいのを発見したっていう、そのレッスンを皆さんにお届けしようと思って、うん、はい、高野さんに久しぶりに連絡を取って、はい、あの来ました、はいはい、じゃあ早速、はい、ね、この高野さんの時に T ベース、あ、高野の T、 T、 なるほど、はい、僕横田ベースやってますけどね、はい、あ、高野さんからもらったんですか。違います、たまたま、たまたま感性が一緒なんで、やっぱり一緒っていうか。なるほど、あの継承させていただいてます、はい、でレイサムのね、うん、レイサムのあのプレイヤーズやるコースですね。そうですね、はいはい、はい、ということで、ということで、お邪魔したいと思います。追いかけていきます、はい、あ、ご無沙汰します。あ、こんにちは、どうも、すいません、ご無沙汰しております。高野です、方がどうも、はじめまして、高野一郎です、先生でございます。双葉台ゴルフセンターのアイドル、いや、はい、久しぶりですね、本当大師匠でございますよ。いや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 、一人だけ球が、うん、80メーターのね、日常なんですけど、はい、双葉台ゴルフセンターね、一人だけ球がプワーってホップして、へえ、ホップするのよ、80ヤードで、80ヤードの球がクククククって上がっていくの、はい、2アイアンで、水野の MS702 で、そうですね、一個覚えてるよね、あれに憧れてね、うん、で、トーナメントプロもさ、寺沼さんとかね、あの、うん、いたんだけど、うん、こう、どっちかっていうと、こう、球ぐんと落ちてくんだけど、うん、高野さんともクワーンと上がっていくもんだからさ、うん、まあ、クンっていくやつはほら強い球ね、風がには強い球であれなんだけど、うん、まあ、みんな驚いちゃうの、もう、もう昔の話でございます、はい、でスイングが綺麗で、なんでもうこの方なしで僕プロゴルファーになってませんので、はい、ちょっとありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、ちょっと高野さんが、はい、発見した、はい、理論を今日は、はい、そうですね、完全に隠れ家というか、隠れ家ですね、ここが一応サロンになっていまして、はい、この地下にあの打席がありますので、はい、隠れ家ですね。ここは会員制ですか。会員制です。じゃあメンバーさんは高野さんに直接教えて、うん、そうですね、もらえるんですね、はい。かなりこう体のことを研究されてるんで、いろんな、そうですね、そうですね、あのマシーンがありますね。これはあの初動負荷理論のあれですよ、ストレッチマシーンですよね、うん、そうですね、うん、初動負荷って言っちゃいけないやつですね。言えないんですね、はい、そうですね、そうです、なるほど、の似てるやつ、似てるやつね、似てるやつですね、そう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 、はい、そうそうそう、はい、うん、なんか横さんのキャディとかされてた時代もあったんですよね。あ、いや、キャディをっていうか、うん、あのハワイとかね、うんうん、あとハワイとジュンクラシックやってもら、2回やってもらいました。あと、うん、そうだね、そうだね、はい、そうだね、はい、うん、ハワイのソニーオープン、あ、ソニーオープン、ソニーオープン出た、え、横さん出てるんですか。
出たの。出た。で暗くなっちゃってね、最後の2メートルもう真っ暗で、うん、最後2メーターなかったかな、 1.5 ぐらいかな、バーディーパット、うん、入れれば通ったんだけど、それ外れちゃったんだよ、どっちが高いかも分かんなくてさ、暗くてね、うん、そう、うん、で1打で予選落ちたんだね。そうだったね。その時キャディやっていただいた。ジュンクラの時はもう本当あの暗くなるまで練習やってたね。あ、うん、ちょうど低迷してたんですよ。そう、うん、あ、ユゴさんずっと順風満帆だと思ったらちょっと苦戦した時期もあったんですよ。そうね、うん、で結局力入ってんじゃないってその時アドバイスもらって、ね、うん、脱力したらすごい良くなって、うん、まあ、そこから調子上がってきたんですけど、ね、うん、まあ、ところどころねそういうターニングポイントで、まあ、もうそうですね、もう脱力の僕はもう追求のもうずっと連続ですね。あ、脱力の追求、うん、探求ですね。うーん、じゃあ、うん、今日は早速横さん、はい、原点回帰ですか。そうですね、はいはい、なんで久しぶりにどうですか、これ動画2本ぐらいに分けるんですか。そうですね、ま、じゃあ高野さんのヒストリーみたいなのをさっき最初に。そうですね、はい、ちょっとあと横さんとの、はい、その今までの、はい、出会いエピソードを。あ、そうですね、はい、はい、じゃあ、ね、あの僕小学校6年の時に、うん、あの父親の転勤で小6が終わったと同時に東京都の八王子市から、はい、あの水戸に転勤になったんですよ、うん、父親が、はい、でそのそれと卒業と小学校卒業と同時に水戸に行きまして、で双葉台団地って水戸インターから近いところにあったんだけど、うんうんうん、そこに僕は住みました。 あの一軒家じゃなかったんですか。あの一軒家、あれがそう角の、はい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 、で あそこから自転車で 5,6 分のところに双葉台ゴルフセンターっていうのがあったんです、うんうん、でそこに高野さんはあの毎日練習に来てたんですよ。へえ。で一番打席の一番端で、そうですね、シャーッつってよく覚えてますよね。いやいやいや、それはもう横尾さんその時中学生でしょ。中1になったばっかり。中1で、ね、高野さんは僕ね横尾市の10歳年上なんですね、はい、で22だ、2か、はいはい、一応大学のゴルフ部ではなくじゃないですね、社会人で。そうですね、はい、機械体操やってた。そうそうそう、体操、あ、体操の選手だったんですね、はい、で出身は東京なんですけど。そうです、はい、でお兄さん、あ、お兄さん、あ、弟さんも岩尾さんって、うん、まあ、プロゴルファー目指してやってたんだけど、うん、そう、それで僕は引っ越したのが3月ぐらいでしょ、うん、でふと、僕はね母親の弟がね、うん、今沼津に住んでんだけど、はい、津山藤雄さんっつうんだけど、はい、その人あれだよ、8分の5チップスの箱、はいはい、分かる、うんうんうん、あれ作った人、俺の母親 の、 あのちょっとちっちゃい、ちっちゃい、そうそう、8分の5チップのあの箱を、うんうんうん、あれの抜き型製作所なの、ああいう段ボールの、俺の母親の弟は。へで藤雄兄さんと練習場行って、うんうんうん、行ったわけ、近くにおゴルフ練習あんなっつって、うん、で行ったらあの社長、そこの練習の社長に、うん、君は天才少年だってお立てられて、うん、毎日練習やったらどうだって言われて、うん、1日1000円で打ち放題だよって言われて、うん、俺は1000円払ってあの打ち放題行っていいかって母親に連絡とか聞いたら、うん、いいよって言われて、それから僕は毎日、うん、毎日だよね、練習するの毎日来てた、でその時毎日来たのが高野さん。そうですね、そう、そうだったんだ。高野さんはただで打ってたんだよね、多分。そうだな、そうだな。もう練習生みたいな感じ。いや、やっぱりそのアマチュア選手権に出てて、あの結構茨城新聞が僕を押してくれてて、うん、で結構ね新聞載ったりしてたんで、うん、それで結構うちでもう全然利用していいからっていうか、球拾いとかしてたんですけどね。へえ、スーパースターね。本当です、本当ですね、はい、うん、俺はもう全然、だってまだ小学生でしょ、うん、ジュニアなのに。なんでジュニアなのにタダでって言ってくれなかったのかなと思ってさやっぱ結果出てからね。もうそのくらいね、うん、もう月とすっぽんぐらい、うん、もうすごかったのよスイング。まあ後でスイング見れば分かるけど、うん、綺麗なのよスイングが、
でも横さんもいつか高野さんみたいになりたいと思うから毎日一生懸命練習したわけですもんね。そうですよ、そうですよ。でね、もう僕が中学1年の時、うん、茨城県アマとかでさ、そうそうそう、予選メダリストとかになってもバカでかく新聞出てさ、うん、で2人はいつ初めて喋るんですか、そのとはそこでですね、練習場だよね。もうその初めて行った時に紹介されたんですか。僕の印象だともう本当ね、いつもあのすいません見させてくださいみたいな感じでいつも見てて、それでもう本当物おじなくここはこうですかとかすぐ聞いてくる、ね、すごい中学生ですね、うん、すごい、うん、すごい大人に、もう大人に混じっていろんなグループ見ましたけどね、あのいろいろゲームやったりとかして楽しんでやってますよ、毎日ですよ本当。もう田舎の練習場だから、うん、来る人も10人ぐらい決まってるわけ、うん、決まってる、ね、うん、でみんなシングルのおじさんたちが10人ぐらいいて、その人たちとくっちゃべりながら練習するわけよ、うん、はい、で夜の10時になると、うん、僕はだからテニス部終わって、うん、家でちゃかっと飯食って6時ぐらいに行くわけ、うん、で高野さんは7時にグランドスポーツっていう水戸のゴルフショップ勤めてて、 そこを終わって7時ごろやってくるわけ、そうですね、だからそのくらいから俺の目が輝き出すのよ、高野さんのを見る目が本当にすごかったんだよ。それでうわすげえなーみたいな感じで、いや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 、子供一人ですよねその練習場に、横津さん一人、そうですね、ジュニアは、うん、ね、ジュニアってその当時いなかったですね、へえ、ね、うん、10年以上してあの藤崎さんってね、うん、あのお嬢さんがトップマンが女子プロで多分優勝してるんじゃないかな、藤崎さんの女性で。横田は中学校3年間そこで毎日1000円払って、そう、うん、毎日やってた、うん、土日も。で高校時代は、うん、もう中学校時代からだってちょっと結果出てるわけですよね、横田さん。まあジュニア出たりはしたけど、うん、まあ日本関東ジュニア2位、うん、日本ジュニア6位ぐらいが中学の部でね。うわでもすごい、6位すごくないですか。僕がね24で、多分横進が14歳だから中学校2年生かな、はい、あの毎日新聞の全国版に若き指定関係っていう感じで写真に載ったことあるんだよね。あ、へえ、もうこんな若くして指定関係があるみたいな感じで特集してもらったことがある。で僕は高校1年の時に、うん、その憧れの、うん、ほらあのメダリストを取った大会で、はい、もう本当ね狐につままれたぐらいの感じで、うん、それの本戦で俺茨城県も優勝したんです。そういうこと、毎日新聞本でバカでかく出てさ、その通りだ、うん、その時片山慎吾が、うん、俺ワンアンダーかなんかでプレーオフで優勝したんだけど、慎吾、うん、が95ぐらい打ってる時がまだ、うんうんうん、あまだ、そうまだそんなに上手じゃない時、上手じゃないの、90ぐらい打ってた、うん、そうだ、その時そう優勝したの、でもびっくりしたね、まさか、うん、まさか、いや昔からもうそういうとこがあったよね、本番に強いというか、本番に強い、もの自せずこう何でもこう追求してガンガンいくという感じだったね、うんうん、だから高校1年でもね、もうってもっとびっくりした。へえ、その同じ試合には高野さん出てらっしゃるんですか。で茨城新聞 の、うん、あの人たちが結構ついてたの、僕が優勝候補だったから、うん、でも多分10ないかなんかだったと思うんだけど、はい、途中で失速して、はい、全然いなくなっちゃったんだけど、はい、横進が、うん、そしたらまさかの弟子の方が優勝したと。そう、へえ、だからでも泥臭いゴルフよ俺は、うん、玉筋もかっこよくないしうん、うん、でももう高野さんはなんてこれでぶっちぎり優勝やろみたいな感じなんだけど、うん、まあ、なぜか勝ったね。へ、でも高校卒業するまではずっと一緒、はい、6年間そうですね。で高校は結構、うん、高校で忙しかったよね、練習するんで、うんうん、じゃあその双葉台ゴルフセンターにはあんまり行かなかった、まあ、スケジュール的にね、うん、僕は朝練とかしてから双葉台で朝打ってから水上の朝練行ったりとか、うん、うん、してたの。だから5時とかからやってたかな。めっちゃ練習しますね、うん、あ、だからスケジュールが合わなかったですよね、うん、なるほど、うん、高野さんは仕事終わりですもんね。そうだね、はい、そう、夜だからね。だからどっちかというとあれだな、高校の時は夕方双葉台行くことたまんなかった、なかったよね。だからグランドスポーツ遊び来たりとかねそういうのがあったりですよね、はあ、そういう感じだったね、うん、そ
で横田は高校を卒業して大学進学するわけですよね、うん、専修大学に、はい、いつぐらいまで双葉ライバルセンターにいたんですか、ね、僕いつまでだろうな25でも水戸にいたのは27までだから。ああ、じゃあ僕が15の頃じゃもう双葉ライバルセンターには来なかった、うん、そうですね。あ、じゃあだから会ってないんだ、ね、高校の頃から会ってない、ね、そうあなるほど、そうそうそう僕はもう東京に戻ることになって伊勢丹のゴルフスクールにそれで入ったんですね、僕はね。新宿の、そう、へえ、へえ、そうだったんですねそうじゃあだって当時まだ携帯電話とかもない、ね、連絡とかはもう別に特段取れない、ね、再会があるんだよ、またその横進がプロテストの時だね、はあ、プロテスト、うん、伊豆下田、はい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 、時にもう久々に会って、はいはい、会場で、会場で僕の弟がね出てたので、はい、それで会ったわけですよ、はい、へえ、そうそう、それ久々だったんだよね、うん、それで、まあ、横進は一発合格、うん、でまあどんどんこうプロでもね活躍してって、はい、でまあ、それでまあ連絡先を多分交換したのかな、うん、それで、まあ、なんか試合をずっと見てて応援してる時に、うん、あのちょうどジュンクラで僕が会った時に横下ちょっと良くなかったんだよ、連続の予選落ちで、うん、でなんかちょっとあのチェックしましょうかみたいな感じから僕行きますとかって言って、うん、それであの次の週のブリヂストンオープンかなんかで2位になったんですよね。おー、うん、1年目でバーンってこう、まあ指導が OK になったっていう、それがあったんですよね。じゃあもう完全に初年度ですね。そうかそうか、ね、初年度、はい、あ、僕も横さんが2位っていうのはよく雑誌で見てたな、うん、そう、2位9回ぐらいあるんだよね、はい、それその2位の賞金でシード決まったわけですか。そうですね、ブリヂストンのね、最後ね、袖ヶ浦で、うん、それがだから23歳か、そうだね、そう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 、の頃ですわ。そうだね、そういう感じで、そうね、僕はね結構ずっと応援してたので、うん、まあ、テレビとか見て、うん、ああこういう今スイングしてるんだとかね、今も YouTube もいろいろ見させてもらってます、ね、ありがとうございます。あの、いや今回本当にありがとうございますね、はい、まあ、じゃあその、うん、本当にあれですか、その後の再会は、あの、その後の再会は、はい、まあ、ハワイのソニーオープン、あ、ソニーオープン、その後なんですね、はいはい、ソニーオープン、うん、それはもう横さんがもう直接お願いしたんですか。どうだったか、それはね、そう、高野さんのプライベート的な話に結びつくんで、うん、なるほど、あんまり深くあれだけど、はい、はい、そう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 、うん、あの、そう、プライベートでつながりがあった人とつながってて、へえ、たまたま、たまたま、へえ、まあ、たまたまのご縁で、またそう、たまたまのご縁です、うん、へえ、はい、でじゃあやってもらえませんかと、うん、そうですね、 PGA のキャディーを、その時、うん、そう、ハワイに行くって言ってたのかな、じゃあ、うんうん、じゃあちょっと一緒に、そうだね、そう、一緒にじゃあ行きましょうみたいな感じで、そう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 、キャディーやろうかみたいな感じのノリになって、そういう感じで、はいはいはい、はい、あ、じゃあ決まってなかったんです、横田さんも、まあ、誰に同じタイミングで多分ハワイに行くってなって、行くってなった、そうかもしれない。ソニーオープンってだってどういう流れで出れるようになったんですか。推薦、あの頃は。あ、推薦、うん、でもある程度日本のツアーのランキングが高くないと推薦もらえないから、うん、まあまあのランキングに。だって結構海外でキャディだからね、ある程度前々から行く、同じタイミングで行くってならないとね、お願いできない。そう、そうね、うん、でもあれだよ、あれが決まるのは結構年末ぐらいだね。そうですよね、そう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 だ、1月の2週目3週目ですもんね、2週目か、うん、そう、それであれ、これ喋りましたっけ、あのだから暗くなっちゃって、そう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 、ね、あ、そうそうそう、暗くなって、ね、暗くなって最後の2メートルを入れれば予選通過だったのは、うん、まあ本当日没でね、うん、その外して1打差だったんですよね。そうだった、非常にこうワイヤレーは芝の白とか黒がどっちから白でどっちからが黒かってすごい重要だから、ね、そう、芝目のこの光沢を見ないとどっちに切れるって分かんないんでね、うんうん、これでね、ちょっと分かんなかったな、うん、で、うん、それが横さんが20代の頃、多分そうですね、25、26じゃないですか、そうですね、そんな感じだね、うんうん、
でその後なんかフォースタンスの あの学校とかでもばったり会うわけですよ。そうあったあった。あそうそうそう、はいはい、そうそうそう、うん、だからどころでちょこちょこやっぱベース使うあたりとかやっぱこうやっぱなんていうんですかね、似てるんですかね、感覚とかこうまあスッとこの行くやつが、うん、あかもしれないな、うん、前この T ベースがちょっと違う場所に近くなんですけど、はい、あった時にも一回ね、うん、来てもらって、はい、あの引き寄せ合うというか、うん、そうですね、はい、だからなんつうかな、僕自己感覚ゴルフっていう本出したんだけど、うん、はい、その時もね前半、うん、高野さんのイズムっていうか教えが好きだったから、はい、ほとんど高野さんに出てもらった、うん、その本の半分は高野さんの本みたいな、著作、うん、著作、うん、共同作品みたいなのね、うん、はい、なるほど、そうなんですよね、うん、なるほど、だからその脱力をするとか、うん、こうナチュラルに動かすみたいな、うん、僕のゴルフ哲学だったから、うんうんうん、今はね種さんにちょっと形を教わったりとかしてるけども、うんうんうん、すごくこう僕の中ではやっぱ高野イズムなんだろうな、その原点がこう水拳じゃないけど、うんうん、もうだから俺ずっと今も怪我をなく、うんうん、ずっとあのゴルフをしてられるのは、うん、まあ、高野さんのそういう教えがベースにあったのかもわかんないですね、うん、でこの度高野さんが受賞された賞っていうのは、はい、PGA のティーチングプロアワードっていう、はい、2024っていうね、2024、そのファイナリストの3名でちょうど明日からなのかな、その募集が、あの一般投票なんですよ、で動画を撮って、はい、それをあの一般の人に見てもらって、はい、3名いるんですけど、その3名の動画を見てもらって良かったものに、まあ、投票ファイルがそこにあって、そこから投票するっていう、はい、じゃあこれいいタイミング、いやもうめちゃくちゃいいタイミング、本当にありがとうございます。明日からどのぐらい投票期間あるんですか？4月の28日までですね。あ、じゃあもうほぼほぼ今月中。今月中。え、それは一般でどうやって、あ、ね、まず投票、東京メトロの地下鉄にあの出るんですよ、あの中吊り広告に、はい、でそこに QR コードがあって、それで見れますとか、あとはあのプロゴルフ協会 の、うん、あのホームページに、うん、多分募集要項も多分、だからこれ撮影した明日があれってことは URL ゲットできるでしょうから、う、概要欄に貼って、ぜひぜひね、この僕あの実はね、この、まあ、多分ゴルフ始めて46年うん、とか経つんですけど、はい、もうずっと脱力、はい、脱力変わらず、はい、でその自分の中にも先生がいるっていうね、うん、そういう考え方もずっと変わってないんですよね、うん、でそれをずっとやって、やっと僕そのきっかけというか自分が戻るためのきっかけを見つけたんですよ、うん、でこれみんな知ったら、はい、多分今 YouTube でいろいろ言われてるような、うん、その部分部分のことで頑張ってやってる人たちも、はい、その戻るとこなくなっちゃうね、うん、何じゃあどこに戻ったらいいんですかってなった時に自分の中に戻る基準がないわけですよ、はい、だからその基準を見つけたんですよ僕は。へえ。だからそれをもうまず横心に、うん、まあ、吟味してもらって、うん、それで、まあ、世の中のゴルファーにちょっと貢献したいなって初めて思ったんですよね、うん、だから本当ね、まあいっぱい勉強しましたよ、うんうんうん、じゃあ次回はその大発見を、はい、まあ、ちょっと動画に撮らせていただくという形ですかね、はい、そうですね、はい、じゃあもう早速、はい、その教えを、はい、まだあの、はい、受けたいと思います。いや、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。